いた。今日はピアノ発表会。みんなこの日のために一生懸命練習してきました。緊張しながらも無事演奏終了、うん、しかしこの日の主役はもう一人いるんです。演奏を終えた子供たちに花束を渡しに行く大太郎くん。無事大役をこなし、ちょっと得意げ。続いてこちらの女の子、先生との演奏が終わり、再び花束を渡しに向かう大太郎くん。ところが今見たでしょ。予想外の展開に沈める大太郎くん。そりゃショックですわな、そりゃショックですわ。納得いかねえ。これは